皆さんこんにちは、ももんがです。今日は本当にね、このね動画ね撮ろうか迷ってたんですけど、もしかしたら溜まってる人いるかなと思って今回動画を撮ることにしました。はい、今回はですね、私がトイプードルのねさくらちゃんを買って、まだね6ヶ月しか経ってないから6ヶ月経ったんですけど、その中で本当にいろんなものを買ったんですよ。犬用のご飯だったり、ペットシーツ、ドライブシート、ベッド、おやつとかいっぱい買った中で、本当におすすめの5つを紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。1つ目、ケージです。はい、おすすめのケージがこれになります。今はねさくらさんほとんど外なので、ここのおすすめポイントが、普通のケージと違うのがこうやって上がってるんですよ。でここをこうやって引き出せるんですよ。引き出して丸ごと洗うことができるので、ケージを全部上にやらなくてもお掃除がすごく簡単にできるので本当におすすめです。あと扉がこれスライド式なんですよ。スライドじゃないやつって結構閉めるのが大変で、ハウスした後その閉める時に出ちゃうんですよねなのでスライド式が本当におすすめです。で2つ目のおすすめはフードなんですけど、これですシプレモです。シプレモがすごくおすすめなんですけど、最初さくらを買った時はヒルズのサイエンスプロっていうやつを使ってたんですけど、うんちが臭くて結構ね臭かったんですよ。お迎えした時は臭くなかったんですけど、食べてるの臭くてとにかくで、もしかしたらドッグフードが悪いんじゃないかっていうね話になって、これが子犬用なんですけど、これをあげるようになってからあげるようになってから毛のツヤが本当に良くなったんですよ。なので本当にこのシプレモはおすすめします。さくらさんの毛のツヤわかるかな、絨毯みたいなんですよ、この毛のツヤが3つ目は本です。作るの簡単平らなワンコ服12ヶ月の本なんですけど、私本当にこれを買ってよかったなって、一番買ってよかったなと思うぐらいこれがすっごくお気に入りで、その平らなワンコ服で作ったのがこれなんですけど、このマジックテープでここが外せるんですよ。こういう感じになってて、でこの前とお腹のところではめるだけで可愛いお洋服になるっていう優れものなんですけど、こういう感じになります。どっかの姫みたいこういう感じなんですけど、お洋服って金からキリなんですよ。でも私の欲しい、ね、ワンちゃんのお洋服もいっぱいあるんですけど余った生地で作れるので、本当にこれはすごいなと思いました。これね第2弾も出るみたいなので、サイズが M までしかないんですけど、ちょっとね型紙を大きくしたりしたら他の犬種でもいけると思うので、ぜひお洋服作りたいけど難しいなって思ってる方はこれ買ってみてください。すっごいおすすめです。4つ目はこれです。犬用のドライブシートです。すっごいねしっかりしてるんですけど、これは楽天で買いました。ふわふわなんですよ。ここにハーネスとかハーネスのリードをつけるとこがあってね、さくらさんこんな感じで、このサイドにポケットがついてて、ここにリードとハーネスを入れてます。で、ドライブシートもピンからキリまであって、本当に安いやつだと2000円ぐらいであるんですけど、あんなにふわふわしてなくて、本当に発光みたいな感じなんですけど、で、一番高いのとかも多分ね、3万とかかもしれない。本当に高いんですよ。で、今さっきのやつは5000円ぐらいでした。で、本当にしっかりしてて、ふわふわでおすすめです。で最後5つ目はちょっとねまだね中身入ってるんですけど、お皿です。これはね猫ちゃん用のお皿なんですよ。猫ちゃん用のご飯のお皿なんですけど、これね高さが高いのと、まあ、中身こんな感じなんですけど、このキャベツとかふりかけのキャベツをかけてます。犬のドッグフードの入れ物って全然可愛くないんですよ。
可愛くなくて結構割高なんですよ。猫ちゃんの方が安くて、でこれにしました。はい、以上になります。私が飼ってるのはトイプードルなので、まあ、他の犬種だったらまた変わってくると思うんですけど、毛が抜けるとかだったらね、なんですけど、大体どの犬種でも共通してるかなって思うものを紹介しました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしそのコメントでこういうのあると便利だよとか、うちはどの種類の犬猫動物飼ってますとかあれば教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。